クロノメーター、クロノメーターは、名称は、キリシア神話の時間神クロノスに由来する。クロノグラフとは、名称が似ているが別物である。大航海時代に航海が増加して、海難事故が多発するようになり、現在位置を把握するため精密な緯度や、経度の測定法が求められたが、緯度は6分疑等による天体の位置測定で、比較的容易に求められるものの、正確な経度は、 測定困難であった。この問題を解決するため1714年7月8日、イギリス議会は高精度で経度を測定できる方法の発見に検証金を出す内容の経度法を制定した。経度の測定にはいろいろな方法が考えられたが、その一つが時刻と太陽の位置から測定する方法であった。18世紀初頭最も精度の高い時計は振り子時計であり、 すでに十分な精度を出せるようになってはいたが、波による揺れの影響の大きい会場では機能しないため、揺れる船舶の上でも正しい時を刻む高精度の時計が必要とされた。1735年イギリス人の木工、大工職人の地に時計職人のジョン・ハリソンは頑丈な針に揺れや温度変化を吸収するバネを取り付け、 ネジを巻いている間も機械が作動し、ネジが巻かれた当初と緩んだ後でも、時計の回転力が一定になる装置を備え、温度や揺れに強いオケ時計、クロノメーター H1 を製作した。その後1759年には、直径5インチの懐中時計である4号機、クロノメーター H4 を製作。その後差はイギリスからジャマイカまで81日間。 航行した間に8.1秒遅れただけ、すなわち年差にして、約30秒という高性能を実現し高精度な時計の代名詞となった。経度法委員会は、ラーカム・ケンドール、1721年9月21日から1795年11月22日に、クロノメーター H4 の複製を依頼、ラーカム・ケンドールは1769年に、 クロノメーター計1を作成した。この時計はイギリス海軍艦艇に配備され、ジェームズ・クックの第二次航海の際にも、その実用性が改めて確認され、イギリス海軍の作戦実行に大幅な改善をもたらし、作戦遂行能力を向上させた。これらの時計は、現在旧グリニ事典問題、イギリス海洋博物館に展示されている。ハリソンにより、 船舶上でも精密に作動する時計の製造が可能であると証明されたので、次の課題は安価かつ大量の製造に移った。フランスのピエール・ルロワがデテント式脱進機を発明し、これ以降船舶の位置把握方法がロランに置換されるまでデテント式脱進機を備えることが、この意味でのクロノメーターと呼ばれた目の条件となった。スイスのフェルディナント・ベルトゥーやイギリスのトーマス・マジラが 同時代の制作者として著名である。トーマス・アーン賞、ジョン・アーノルドラは18世紀後半にスプリングデテント式出し新規を発明し、これまでと比較すれば非常に単純な構造で精度が出るようになったが、どちらが先に発明したのかが当時問題となり今、もって判明していない。1790年にトーマス・アーン賞が完成させたナン、no. バー928 3815は事実上の標準製品となり、以降ほぼすべての製品がこれを手本とした。あとには、ピボテットデテント式出し新規が一般的になった。ピボテットデテント式クロノメーターは、姿勢差が大きいためジンバルサポートで水平を保つようにされているのが普通である。この分野では、スイスのユリスナルランが圧倒的な地位を占めていた。 戦艦ミカサに搭載されていたマリンクロノメーターも、ユリスナル男性であり、現在横須賀市の記念館、ミカサに展示されていい。他には、アメリカのハミルトンの製品が著名であり、その他、デント、ゼニス、ブレゲ、ジラール・ペルゴ、ランゲンゾーネ、セイコー、ゲンセイコーホールディングス等も製造したことがられる。パテック・フィリップは、 ムーブメントのシリアルナンバー十一万二千百三十一、ケースナンバー四十万千六百四十の一機だけを製作し九百二十一年から九百二十二年のジュネーブ天文大賞一位を取得している。現在機械式時計の形式として一般的なクラブツース式出し新機を備える時計も十分な精度を持つようになってからは同様の用途に使用されるようになったが、これらは ボードクロノメーター、または、デッキクロノメーターと称されてテント式出し新機を備えるマリンクロノメーターと区別されていた。また、クオーツ式のクロノメーターも製造されるようになった。マリンクロノメーターの開発が華やかなりし時代には、各点問題が頻繁にマリンクロノメーターの制度コンクールを開催した。賞金と名誉、そして自らの宣伝のために、 時計師たちはこぞってコンクールに参加した。時計製造が工業的になされるようになってもこうした制度コンクールは続き自社製品の優秀性を宣伝する場となった。一方で工業製品としての企画や中立的な基準が求められるようになり、各店問題やスイスの公的機関がそれぞれ基準を作成して製品の制度を限定するという形で、 時計の精度にクロノメーター級であるなどとの認定を行うようになった。時計精度の面でイギリスやフランスに追いつくため、スイスは1790年と1792年にジュネーブ9天文台でコンクールを開いた。1859年には時計業界の要請により入社テル天文台が設置され、1860年より懐中時計の検定を始めた。 この状況を受けて1900年パリで行われた即時報告再会議で、デテント式が新規を備えていなくても、制度さえ高ければ、クロノメーターと称することができる、定められた。1961年には、ニューシャテル天文台に電子式クロノメーターが出品された。さらに時代を経ると、国際的に統一された制度基準として、 クロノメーターの基準が求められるようになった。スイス時計製造業者組合連合会、フェデレーションデエル、アンドストリハーローガースウィース、会 a 一は1939年に、クロノメーターは、時計ほど効率検定書の名を持った権限により、定められた、若干の規定に合格しなければならないと規定し、1952年には、スイスとフランスによって組織された、 クロノメーター作業調整国際委員会が公認機関により公認ほど証明書を交付することを決めた。この協定には後にドイツとイタリアが参加し、コンクールと特別調整時計を担当する天文台は、スイスのジュネーブ、ヌーシャテル、イギリスの旧、フランスのブザンソンが一般時計を検定する時計ほど公認検定局、ブユローズオフィシャル、b o としては、 スイスのラショーイコールドイコールフォン、ビール、ルロックル、サンティミエ、セインツ・アイミーヤ、ジュネーブ、ルサンティエ、ルソンキー、ルルソール、ルラサー、イタリアのミラノ、ドイツのハンブルク、シュトットガルト、ブラウンシュバイクが公認を受けた。1961年には上位規格として優秀級が定められた。1965年には国際標準化機構で、 クロノメーター規格について論ぜられるようになり、1976年には、クロノメーター規格が ISO 規格として定められた ISO3159。1973年に、スイスの時計ほど公認検定局は、スイスクロノメーター検定協会、コントローラーオフィスイル、スイスでクロノマターズ、COSC に、組織変更した。 現在、機械式ムーブメントは次のような条件により15日の時刻の遅れや進みを測定、記録し、値を算出する。姿勢差、温度差。基準項目、認定基準、機械式時計の場合、ムーブメントの直径 20mm 以上で、面積 314mm 以上の場合、ムーブメントの直径 20mm 未満で、 面積3 1 4ト、mm、ル未満の場合、クオーツムーブメントにもクロノメーター規格はあるが、機械式が年間140万個以上が検定を受けるのに、対してクオーツは数万個とビビたるもので、その9割以上がブライトリングのムーブメントで占められているという現状である。1960年より前には、日本の時計メーカーは、 クロノメーター規格に合致していなくても精度が他より高めの時計の文字盤に勝手にクロノメーターの文字を入れたり場合によっては全く精度も変わらない単に文字だけ入れる偽物を作っていた1960年に成功が自社検定ながらクロノメーター規格に準じる検定を行いほど証明書を添付したグランド成功を発売1962年にシチズンが クロノメーター優秀級に準じる七チクロノメーターを発売した。これに対し、スイスから時計ほど公認検定局によらない検定でクロノメーターの表記をすることは国際協定違反であるから中止すること、速やかに日本国内に時計度公認検定局を設置することという要求があった。 これを受けて1966年には成功が自社検定品へのクロノメーター表記を中止した。また1968年に日本クロノメーター検定協会が発足。1969年に日本時計検査協会に業務委託する形で検定を開始。1970年には国際クロノメーター検定協会の審査に合格した。成功のキング成功クロノメーター。 シチズンのクロノマスターやレオパールハイネスなどがこの検定を受け、クロノメーターアフィシャリーセルタファイド公認クロノメーターと文字に表記し発売された。しかしその後クオーツに押されて検定数が激減し、1984年に日本クロノメーター検定協会は解散した。このため1998年に発売された。 成功のクレドールクロノメーターはスイスに送って COSC の検定を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。